よし報告。どうした加賀、どうぞご覧ください。秋山勝美。そうよ、私秋山。秋山勝美、ご縁ありそうだね。お前は王軍から永遠に抜けられない。ならば戦い続けるのは唯一の選択だ。バカ。お前は嫁な記者なんだ。そのくだらない想像力でこんな結果になった。想像力の報道あだわ。それは日本軍隊が南京大虐殺の事実を今でも私に恥ずかしく思わせるように報道したのだ。黙れ。我々消した。あれほど褒めた文章を書いたの後悔したわ。そうだそうだ、お前におかげで引きこぼした。お前は言えんふに興味あるでしょう。じゃあチャンス開けようか。炎上にいいか、体験しろ。何すんの、やだ。言っとくよ、お前は我々そこにどうやらしか怖ない。兵士たちにやらしろ、連れて行け、来い。今日はお前ら炎上に来て光栄なる炎風になった。炎上の規則に従え、性表に移ったら、こうなるだ。分かったか。お前ら兵士の安全を確保すんだ。ボイロ、逃げようとしたらこうなるんだ。よく聞け、誰か逃げようとしたら死ぬのだ。田中。はいはい、何やったんだお前。今度逃がしたら殺すぞ。はい。我が軍は下に中国とミャンマーの間を占領した。前線は大量の薬物が必要だ。お前らは作戦の準備を備えろ。直ちに薬物を前線に送れ。我らの兵士たちに楽しい人生を享受する。分かったか。はい。加賀、ここの慰安婦は少なすぎ、全然足りません。安心しろ、我が下すでにシンガポール、マレーシア、バンコク、インディア、占領地から大量の慰安婦をここへ輸送されている。そして中国の各地域からも集まっておる。だからお前らも安全準備と秘密準備を備えろ。最近我が軍は東南アジアで米軍の攻撃を受け膠着状態となった。部隊の思想はとても大きい戦闘力を低下。そして町山地域でシナー君と決着戦を行っている。中井戦闘どう思うか。指揮を鼓舞する戦闘力を開けるために慰安婦を前線に出せ。分かったか。はい。アレイトロ、何やってんだ。古代アロ、天皇に命を果た、なぜか姉さんは慰安婦。
理由はない。あなたのお前は帝国の軍人だ。見にくいだぞ。銃を下ろせ。銃を下ろせ。下ろせ。タロ、銃を下ろして。お願い、お願い、銃を下ろして。タロ。マイランにとっていい日だ。今までここにやったこと我々は忘れないだぞ。今天国へ送ります。